香港のとある駐車場の1台分のスペースがなんと130万ドルで売却されました。これは土地の販売で最高額の世界記録を破りました。ザ・ピークと呼ばれる高級住宅街の一部ではアジアで最も高価な住宅が並んでいます。その中の家の一つは5月に月額21万ドルで賃貸に出されました。計算してみましょう。これは年間250万ドルの賃料です。持ち家でもないのにすごいですよね。ザ・ヒストリー・シュプリームは最も高価かつ世界最大のスーパーヨットの記録を同時に破りました。純金で長さは30メートルです。このヨットにはティラノサウルスの骨で作られた像、主寝室には隕石の岩壁、24カラットの金のパノラマ水族館、そして珍しい 18.5 カラットのダイヤモンドが船内にあります。作るのになんと合計48億ドルかかりました。フサイチペガサスという競走馬はかつて6000万ドルで売られていました。現在の価格に換算すると約9000万ドルです。この馬は2000年にケンタッキーダービーを獲得した後人気が高まりました。2012年に14カラットの金で作られたレゴのブロックが1万2500ドルで販売されました。しかしそれは売るために作られたものではありませんでした。会社は長期で働いている従業員への贈り物としてレンガを配ったんです。コイヌールダイヤモンドは世界で最も価値がありとても貴重です。この109カラットのダイヤモンドの重さは 28g 弱で英国の王冠の宝石のメインダイヤモンドです。メキシコロスカボスのあるタコスを食べたい場合は2万5000ドル払ってください。ミシュランシェフが料理するこの食事にはベルーガキャビア、神戸牛、24金の金箔で作ったトルティーヤなどが材料として使われています。食べるのがもったいないですよね。1泊15万ドルのラバーズディープラグジュアリーサブマリンホテルは世界で最も高価なホテルです。セントルシア沖のサンゴ礁の水中にあり潜水艦で行く必要があります。この価格を払えば専用の船長、プライベートシェフと執事、そして様々な贅沢なオプションが手に入ります。人魚には追加料金がかかります。2016年11月、リプリーズ・ビリーブ・イット・オア・ノットはオークションで販売された最も高価なドレスのギネス世界記録を更新しました。これはマリリン・モンローが45歳の誕生日にジョン・ F ・ケネディ大統領にハッピーバースデーを歌った時に着ていたドレスでした。ジャン・ルイのドレスには2500個のクリスタルと6000個の手縫いのラインストーンがあり、50万ドル以上で購入されたと言われています。友達に見せびらかす高級車を探している人はいますか？フェラーリ 250GTO なんてどうでしょう。この車はドイツのレーサークリスチャン・グレイゼルがプライベートで販売し7000万ドルで売却されました。素晴らしいモータースポーツの歴史を持っており、1964年のツール・ド・フランスや他の大会で優勝しました。また一度も事故を起こしたことがないので高額がつけられたと専門家は言います。ある女性は散髪のために1万6400ドルを払ってイタリアから英国に飛んだことがあります。その金額を払って彼女は空港へのリムジン、ヘッドマッサージ、パーソナライズされたヘアケア製品、そして昼食を手に入れました。2019年に日本の寿司職人はクロマグロに破格の310万ドルを支払いました。約 280kg もあるこの魚は東京の魚市場で売られました。お寿司がたくさん作れそうですよね。中国の農業科学者によって開発された深センのランは2005年に話題になりました。栽培に8年かかり、花は4から5年ごとにしか咲きません。何者かが29万ドルで購入した時、それは史上最も高額で売られた花になりました。有名なミュージシャンのピーター・シドロフは10個しかないストラディバリウスのビオラを1つ所有していました。そしてそれは2014年に最低落札価格4500万ドルで競売にかけられました。購入者はまだ確認されていないため、今からでも世界で最も高価な楽器を手に入れることができます。最も高価なテディベアはシュタイフとルイ・ヴィトンがコラボしたテディベアです。
2000年に1つなんと18万2000ドルで売られました。レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画はオークションで4億5000万ドル以上の値がつき話題になりました。19分間の長い入札の戦いの後、サルバトール・ムンディと呼ばれる絵はサウジアラビアの皇太子に売られました。本当にダ・ヴィンチが描いた絵なのかどうかはまだ専門家の間で議論されています。失われた作品の贋作だと信じる人も多くいます。これまでに建てられた中で最も高価な家はビジネス界の大物ムケシュ・アンバニが所有しています。インドで最も裕福な男として知られる彼は2012年にムンバイで40万平方フィートの家を建てました。27階建てで223億ドルの価値があります。スパ、168台入る車のガレージ、50人収容できる劇場、3つのヘリポート、ボールルーム、2階建てのレクリエーションセンター、そしてガーデンテラスがあります。なんと840万ドルするイースターエッグが存在します。殻には1000個以上のダイヤモンドが散りばめられています。そして中にはゴールドのオリーブの枝に止まっているクリスタルの鳩が入った18カラットのゴールドグローブがあります。最も高価なボードゲームは豪華なモノポリーのセットです。ボードは23カラットの金、ルビー、そしてサファイアが散りばめられ、サイコロには42個のダイヤモンドが埋め込まれています。値段はなんと20万ドルです。イタリアのサレルノには1万2000ドルするピザがあります。ルイス13世と呼ばれるこのピザは作るのに72時間かかります。注文するとピザのシェフ、ソムリエ、限定版のカトラリーやお皿がすべて自宅に送られます。ブラックアイボリーコーヒーは大抵 0.4kg あたり1500ドルに達しますが、その製造方法に引いてしまう人がいるかもしれません。コーヒー豆は象の消化管を通過するんです。象の胃酸がコーヒータンパク質を分解し、独特の滑らかな風味を生み出します。コーヒー用のマグカップをお探しですか？世界で最も豪華なコーヒーマグはネスレのために作られ、23カラットの金でできています。お値段はなんと3万3000ドルです。アメリカの週刊高速道路網はこれまでで最も費用のかかった一大インフラプロジェクトです。完成までに46年かかり、約5000億ドルの費用がかかりました。しかし、すでに元は取れています。この道路は1ドルのコストに対して6ドル以上の費用対効果があります。2019年、パテック・フィリップの時計はオークションで3100万ドルという驚異的な価格で落札されました。これは他にない唯一の時計で、チャリティーオークションのために特別に作られたもので、入札価格が格段に引き上げられました。その名の通り、ビリオネア・クチュール・アンブレラは世界で最も高価な傘です。この傘は防水のワニ革でできており、お値段は5万ドルです。世界で最も有名なウェディングドレスに付けられた値札は350万ドルです。カスケードケープとスイートハートネックラインが自慢のドレスは、サラ・バートンが現代最も有名なあるテニスプレーヤーのために作成しました。夕張メロンには高くて1万4000ドルのものがあります。メロン1個のお値段ですよ。ここでしか生産できないためとても高価なんです。また独特の甘みがあります。ハワイはアメリカで最も物価が高い州です。主な原因はハワイが太平洋の真ん中に位置しているから。基本的に商品はすべて本土から海を越えて輸送する必要があるため、より高くなっています。世界で最も高価なトレーディングカードは1952年のトップスミッキーマントルカードです。マントルは1951年から1968年までニューヨークヤンキースの中堅手、一塁手として活躍しました。そして彼はアメリカンリーグで最も価値のある選手に3回選ばれたんです。流通していると思われる彼のトレーディングカードは3枚だけしかありません。2020年11月、ロブ・ゴフは驚きの520万ドルでカードの1枚を購入しました。世界で最も高価な犬種はサモエドです。シベリアを起源とするこの犬種はその愛情深い性質で知られています。相場は600ドルから3000ドルです。ヘッジファンドのマネージャーは、米国の歴史に記録のある限り、史上最も高額な家を購入しました。
ニューヨーク・マンハッタンのセントラルパークの隣に位置する家で、建物の最上階である4階を2億3800万ドルで購入しました。家具なしで購入したため、これにはインテリア、家具、備品の費用は含まれていません。同じ男性はニューヨーク、フロリダ、イリノイで最も高額な住宅購入の記録も保持しています。世界で最も高価なバイクはニーマンマーカス限定版ファイターです。それは11万ドルの開始価格でオークションにかけられました。しかしニーマンマーカスは高級デパートのチェーンであるため、多くの報道と注目を集め1100万ドルで落札されました。最も高価な土地は中国の香港の中央ビジネス地区にマレーロードにあります。この土地は2017年5月に30億ドルで売却されました。2900平方メートルの土地で平方メートルあたり約9万7000ドルします。ザハ・ハディド・アーキテクトはここで36階建ての超高層ビルを設計していると言われています。だいぶ高価な不動産ですよね。